ドラクエモンスターズの最新作で序盤に出てくるスクエニ名物絶対に触れちゃいけない系モンスターにつまされたんですけど、なんと CM を担当されている霜降り明星のギャンチューさんが攻略動画を出していたので参考にして倒したいと思います。まずは実際の攻略手順から確認していきましょうか。よし、花巻は攻撃、コロネはサポート、モモンジャは誘う踊りかましだれ。はい、もう完全に理解しました。これモモンジャの誘う踊りで、もう耐性のないサイクロプスをはめ倒すっていう作戦ですね。やっぱドラクエ全シリーズ通してもギガンテス系統が弱点多いって結構有名な話ですからね。インタビューでも相当やり込んでるって言ってたし、まあさすがやな。やっぱり激減されとるやんけ。賞賛がないないは相当借金膨らんでる。